おはようございます。速稼塾の久保です。8月2日になりました。朝7時ちょうどのですね、相場解説をしていこうかと思います。インドネシアから帰りまして、しばらく FX の方がね放送できませんでしたけども、今日からまたね通常通りやらせていただこうかと思います。よろしくお願いします。いや、インドネシアね、ほんと電波状態が悪くて動画のアップロード非常に手こずるんですよね。ということで FX がちょっと放送できなかったんですけども、インドネシアに行くとちょっとね FX ができなくなるんじゃないかなっていう懸念がありつつ、今日の放送でございますが、これまずね月が変わったんでマンスリー、月足を見てみましょう。これ1本が1ヶ月というね非常に大きなチャートになってきてますけども、先月もお話ししたいと同じなんですけども、こうペナントをね書いてるような線がこうありますよね。でだんだん振れ幅が収束してるところなんですよ。大きいのからだんだん上下の幅がこうやってねちっちゃくなってますよね。でそのまま来てるかなというところですね。将来的にはこの月足がブレイクして大きく上か大きく下かに行くんですけども、上に行く場合はここまで、下に行く場合はこんなに幅があるということをね見て取れるんじゃないかなと。民主党政権時代のこれが74円とかっていうね価格ですよね。そこから自民党になってどん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 上がってきたというところが見えますよね。うん、月足を見ると結構ドラマなんですよね。年単位も見えてきますから。はい、次は週足ですよね。週足を見てみますと、先ほどの収束していくチャートの一部が 見れるんですが、特徴的なのはやっぱり1月3日のこれ、大きなヒゲを出しているところですよね。でヒゲを出してるんですけども、ここで止まってるのをねご確認いただけると思います。そして上の方ですけどもね、こういうふうに引けるんですよね。そっからあっとっとぐーっと下の方に下がっていく線があると。で、あと下からね、せり上がってくるところもあるんですけども、これちょっと見えません。そんな感じで捉えていくと、今ね、大きく下がっているところが、週足で見て取れるかなというところでございます。うん。ここら辺までね、下がっていくんではないかなと思いますよね。104円とかまでね。はい。で、次、デイリーです。だんだん現実味を帯びてきました。うん。ちょっと私が知らない間に、いつの間にかここに大きな、下落があるんですよね。これすごいですね。なんだろう。はい、こんな形でどん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 下がってきて、でここで止まったと、下げの波が止まったということで、上昇に転じてここからまたこういう風にねなってるんですけども、また落ちてきたというところですね。だからここのレンジに入ったんではないかなと思うんで、ここから買いに入ればいいような気がしつつ、4時間の方も見てみますよ。あら、4時間はドン、はい、大きなね下落が起きてますね。これなんでしょうね、このドカーンってやつ。何があったんだろう。こういう風に上がってきたのが本当一瞬で、一夜にしてこれ何日もの積み重ねがドカーンと落ちてきたってことがありますよね。この三角形みたいに見えますけども、でもこれ下に大きなヒゲを出して今赤い線が作られてますよね。形成中ですけども、ここから持ち直して、改めて動きを見せるんだろうなと思いますけども、それが1時間に出ています。よいしょ。1時間はこういうふうにドカーンと落ちたんですけども、ここから1時間で小刻みなローソク足になってますよね。だからこれが反発して上の方に向かうのか、さらに大きく下に向かうのかですけども、1時間単位では私はまあ上昇するんじゃないかなと。買い戻しが入って調整が入るんじゃないかなと思うんで、今すぐエントリーするんだったら買いかなというふうに思ってるんですよね。で、しばらくしたら N を書くようにしてまた下に大きく行くかなというところですね。そんなに自信はないんですけども。なんせしばらくぶりなんでね、これからちょくちょくと今日は午前中見ながら、1時間の行方を測っていこうかなというところでございます。でついでにですね、15分を見てみようかな。15分は、そうですね、ここから買いの方に向かいそうですね。売りが確定して利確が入って一瞬こう買いの方に
向かっていくっていうところかなと。107年の590とか730あたりに向かって、その後そうですね、こういうところの影響を受けるんじゃないかなと思うんですよ。どうですかね、ここまでは買いで戻していくんじゃないですか、108円の145あたりまで。そんな気がしながらの15分足ですね。はい、では今日もよろしくお願いします。しばらくで午前中私もちょくちょく検討します。本当に丸っきり見てなかったですからね。はい、では以上です。